それでは定例の会見を始めさせていただきます。はじめに去る10月31日に実施をされました衆議院議員総選挙についてですが、期日前投票所および当日の投票所において合わせて3人の方に対して投票用紙を誤って交付するミスが発生をし、また東区では開票結果の判明が小選挙区比例代表ともに予定よりも1時間以上遅れました。選挙事務につきましては昨年3月に行われた熊本県知事選挙での事案を受けて選挙管理委員会に対し適切な事務の執行と再発防止を強く要請してまいりましたが、今回このような事案が発生したことを大変遺憾に思っております。言うまでもなく選挙は民主主義の根幹をなすものであり、国民がその権利を行使する場である投票所におけるミスや開票作業の遅れは決して起きてはならないことであります。ついては選挙管理委員会に対しまして、このようなミスが二度と起きないよう確認作業の徹底や開票事務の迅速化を強く要請したところであります。次に本市の新型コロナウイルスの感染状況についてでございますが、11月2日から8日までの1週間では新規感染者は確認をされておりません。また8日時点で病床使用率は 1.0%、 重症病床使用率は 4.0% と医療提供体制への負荷も引き続き改善をしておりまして、5日に発表されたリスクレベルにつきましても7月16日以来となりますレベル2警戒に引き下げられたところです。これも市民の皆様および事業者の皆様のご協力と医療従事者の皆様のご尽力によるものであり、心から感謝を申し上げます。自粛要請も解除されまして外出する機会も増えていると思いますが、感染の再拡大につながらないよう引き続きマスクの着用や手洗い等の基本的な感染対策の徹底をはじめ、県が示しています会食時の感染リスクを下げる4つのステップを遵守するなど決して気を緩めることなく行動していただきますようお願いを申し上げます。続きまして本市のワクチン接種について2点ご報告をいたします。1点目は第9期のワクチン接種の予約状況についてです。11月6日から開始をいたしました第9期の予約状況は昨日時点で3200件、率にして 28% となります。またモニターをご覧ください。本市の接種状況につきましては11月1日現在で2回目までの接種を終えられた方が 80%、 約8割ということになりました。このまた今行っております第9期の予約がすべて埋まった場合ですけれども、約9割の方が翌年来年の1月まで接種を終える見込みとなります。なおこの第9期のワクチン接種予約の受付につきましては11月の19日19時をもって受付を終了をさせていただきます。大規模な予約受付はこれで最後となりますので、特にこの1回目2回目をセットで予約する大規模な受付というのも最後というふうになりますので、まあ、ぜひ、接種をですね、希望される方は、お早めにですね、この予約をしていただきたいというふうに思います。この機会を逃すことなくぜひ予約をしていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。2点目は追加接種、いわゆる3回目の接種についてでございます。モニターをご覧ください。本市の追加接種については2回目接種を終了したすべての市民約57万人を対象に2回目のワクチン接種から8ヶ月、おおむね8ヶ月が経過をした方から順次ワクチンを接種をいたします。
それで、まずはですね、医療従事者の方から11月の15日に接種券の送付を開始いたします。そして、医療従事者の方には、12月1日から接種を開始をいたします。それから高齢者施設等に入所されている方ですね、については、あるいは従事をされている方については12月の6日から接種券を発送をいたします。そして、来年の1月から、接種を開始をするということになります。接種会場については、医療従事者の方については勤務先の病院などで、また高齢者施設に入所されている方につきましては入所先の施設で接種をしていただくことで方向で今準備を進めているところでございます。これ以外の方につきましては国の方針やワクチンの供給状況を踏まえまして決定次第改めてお知らせをさせていただきたいと考えておりますので今しばらくお待ちをいただきたいというふうに思います。次に世界灌漑施設遺産サミット in 熊本について発表させていただきます。モニターをご覧ください。こちらは第4回アジア太平洋水サミットのプレイベントとして来年の4月11日12日にかけて開催をするものでありまして全国で初めてのイベントということになります。皆さんご承知の通り灌漑施設については農地に水を供給するだけでなく地域社会や地域住民の生活に密接に関わってきた重要な地域資源でありまして本市においても都麓用水などが古くから受け継がれておりまして白川流域の灌漑用水群を形成をしております。本県においてはこの白川流域灌漑用水群を含む4つの地区が世界灌漑施設遺産の登録を受けております。国内でも最多ということになります。このような状況で灌漑施設の持続的な保全活用を進めるための機運を熊本を起点に一層高めていくということを目的に当サミットを開催するものでございます。1日目は東京大学の名誉教授で国際灌漑排水委員会国内委員会の前委員長でいらっしゃいます佐藤陽平先生をお招きをいたしまして基調講演をしていただいた後にパネルディスカッション大会宣言などを予定をしております。2日目は県内4つのコースに分かれまして世界灌漑施設遺産あるいは各流域の地域資源などをめぐる現地検討会エクスカーションを行う予定でございます。今月中を目途に全国の関係者の皆様にご案内を開始する予定でありまして水サミットとも連携をしながら開催に向けて引き続き準備を進めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。最後に本市のバリアフリーのまちづくりに関する取り組みについてご報告をさせていただきます。本市では誰もが移動しやすく暮らしやすい多角連携都市の実現を目指しているところでございますが中でも建物や道路などの連続性を確保した面的一体的なバリアフリー化の推進については今年度からバリアフリーマスタープランの策定に取り組んでいるところであります。このプランの策定にあたりましては多くの市民の皆様に参画をしていただきたいと考えておりまして市民の皆様と共に行う街歩き点検など市民と行政が一緒になって取り組んでまいりたいと考えております。またお手元の資料にあります通りレゴブロックですね。レゴブロックでスロープを作成するなど街中にあるバリアについて
民間団体と熊本市が共同で取り組んでいる、まあ、ユニークな事例もあります。これは世界的に見るとドイツの方でですね、これは取り組みがなされている事例がございますが、日本では初めての取り組みということになります。現在主催者であります WeDo 熊本において、スロープ作成に必要なレゴブロックを募集をされているところでございまして、11月28日熊本市現代美術館において集まったレゴブロックを使ったスロープ制作のイベントを開催される予定です。このように市民の皆様による主体的な取り組みは、心のバリアフリーの推進やバリアフリーの街づくりの実現において大変重要であると考えておりまして、市民の皆様には積極的に参画いただきますようお願いを申し上げます。私の方からは以上です。勝者 TK 大谷です。まずワクチンに関してお尋ねなんですけれども、はい、ワクチン2回目まで接種の、接種率が 88% ということをまずどう見ておられるか、はい、ということをお願いします。はい、まずやはり現時点でですね、8割以上の方がこうして、ワクチンを接種をされたということについてはですね、非常に皆さんやっぱりこの新型コロナウイルスに対してですね、このワクチンを打つことによる効果というものを多くの方が認められたというふうに思いますし、これまで、もう50万人以上の方の接種を行ってきたわけでありますので、そういう意味で、そういう中でもですね、大きな、そうした副反応は皆さんそれぞれ熱があったりとか、腕が痛くなったりということはあっても、重篤なですね、事例につながるようなことは今現在熊本市で私の方にも報告が上がっているものはございません。ですのでそういう意味では皆さんも安心して打っていただいているのではないかなというふうに思います。そして、熊本県や、関係機関の皆さんのご協力によりましてですね、これは集団接種会場でありますとか、それから県の広域接種会場、それから医師会の方にも非常にご協力をいただいてですね、身近な医療機関で皆さんが安心してですね、接種をいただける体制が整ったということもあって、非常に円滑にですね、ここまで、全国平均よりもかなり高いレベルで、この接種がこの熊本市においては進んだというふうに今考えているところです。これから、もちろん3回目の接種ということについても医療従事者等から12月からスタートするということになりますけれども、今後またこうしたワクチンについてですね、皆さんにもですね、適切に情報提供を行いながら、また安心して接種いただけるような体制をしっかり構築してまいりたいと考えております。以前の予測の中で、11月の24日頃から増加して、また1月の上旬にはまたピークが来るというような予測、ここについては今も変わっていないという。今ですね、昨日の段階でも熊本市はゼロ、感染者はゼロということでありますけれども、今ヨーロッパでありますとか東欧の方では感染が増加をしているという状況があります。もちろんワクチンの接種率が、日本よりも低いエリアが多いということは伺っておりますけれども、その作用も含めてなんですが、必ずしもこれはやはり昨年の事例から言ってもですね、秋口からその冬、年末年始にかけては、かなり感染が拡大したというような実績がありますので、
まあ、私たちは決して油断をすることはないようにしなければならないと思っています。まあ、一方でこの予測というのは最悪の事態ということで私たちも今想定を出しています。つまり最悪の事態に想定しながら医療提供体制、それから、まあ、例えば抗体カクテル療法などが、まあ、受けられるような体制、まあ、こういったことも含めて重症化をさせない体制をですね、どう構築していくのか、あるいは、この保健所の体制も含めてなんですけれども、人的にですね、非常にこの、第5波の時は逼迫をしてですね、自宅療養者も非常に増えましたし、なかなかその、検査を受けるまでの時間がかかるとかですね、そういった課題がありましたので、そういった状況に陥らないようにこの予測に基づいて、最悪の事態になった場合にも対応できるような体制をいかに取るかということで予測は出しているということであります。ですので、まあ、今後予測が外れることを私は強く願っていますし、そうなってほしいなというふうに思っています。今の感染状況からして、そして人流もここ先週今週と非常に増えているんですよね。で、多くの皆さん、私も少し街に出て、見てみましたけれども、多くの皆さんが、まあ、ちゃんとマスクをつけながら、会話をしたり、あるいは食事を楽しんだりされてますので、まあ、そうしたことが、まあ、功を奏してですね、感染がこれから増えていかなければ、私はこの熊本市の、まあ、最悪の想定が外れる、これは、まあ、ある意味では空振りになるということでありますので、私は喜ばしいことだというふうに思っています。で、あと国の方も今基準をですね、分科会でも改定をされるということが昨日決定をされたようでありますので、まあ、それに基づいてですね、まあ、我々の自治体での対応方針、それから今リスクレベル等もですね、まあ、今設定をして今レベル2ということになっておりますけれども、こういったことも国の基準の見直しとともにですね、おそらくそうした基準あるいは内容についても再検討をしなければならないというふうに思っておりますので、まあ、これは県ともですね、よく連携をしながらそうした作業は進めていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。それから慈恵病院の内密出産に関してお尋ねをしたいんですけれども、はいはい、現在病院側とはどのような、はい、対応を取られているのか、まあ、出産が間近でいらっしゃるということであまり時間はないんですが、今どのようなやり取りをされているか教えてください。はい、まずやり取りについて文書を慈恵病院の方からいただきました。で、そういう、まあ、内密出産について、まあ、あるいはですね、誰にも知られずにこの出産をしたいという女性がいらっしゃるということで、そういったことについての質問状も含めてですけれども、今いただいているところです。で、まずはやはり私たちとしてはですね、とにかく、この お母さんですね、が、この方が対象者の方がですね、安全に出産をしていただくということが極めて重要だというふうに考えておりますので、慈恵病院には母子 の生命の安全が守られるよう、まあ、ご対応をお願いをしているところでございます。で、まあ、担当課に対してもですね、慈恵病院と緊密に連携を図って、そして、まあ、寄り添った対応をするようにということで私の方からは指示をしております。ですので慈恵病院の方にも、うちの担当者が出向きましてですね、まず文書でですね、皆さんにも、お渡ししたと思いますけれども、そうした、慈恵病院さんへの文書をお渡しをしてですね、まずはそういった悩んでいる、抑制妊娠で悩む女性のこの出産等についてですね、まあ、我々としても寄り添った対応をしていくのでということで、お答えをさせていただいています。
それから質問状といいますか、いろいろな質問事項についてはですね、現在確認をしながら整理をさせていただいております。で、明日が回答の期限だということで、事件弁護士さんの方からもですね、いただいておりますので、その点について今事務方の方で整理をして、これから、できるだけ早い時期にですね、明日までにということになりますけれども、そういった回答をできるように今努めているというところです。はい、先日病院の方に医師から送られた文書の中で、公的サービスに関しても触れてありましたが、現状その生まれたお子さんに対しての公的サービスができるかどうかというのは身元が明かされるかどうかにも関わってんでしょうか。現在ですね、例えばその、妊婦の方がですね、その家庭環境なのか経済的な困窮なのか、どういう課題を抱えておられるのかというのをですね、まずはお伝えいただきたい。で、何に対してその悩み苦しんでおられるのかというのは、行政においても実は相談は匿名でですね、相談をお受けすることができます。で、プライバシーの配慮は行うということでありますので、まずは女性から困っておられるその事情をですね、聞かせていただいた上でないと、どういった支援ができるのかということについてはですね、まだ十分検討することができませんので、まずはその状況を把握するようにということで、担当の方には伝え、で、慈恵病院さんの方にもですね、そういった匿名でいろいろご相談ができることがあるんですよということを、ぜひ、その妊婦の方にですね、お伝えいただきたいということで、我々の方からは、メッセージといいますか、そういったものをお渡しをして、確実にですね、その、妊婦の方にお伝えをいただくということで、お願いをしているところでございます。それで、例えば妊娠養育相談等々についてはですね、産前産後の、母子支援事業というのがありまして、これはですね、匿名での対応が可能です。それから市外、熊本市以外のですね、住民の方も対応ができるということであります。それから居場所の確保ですね、例えば生活費の支援であるとか、こういったことについても産前産後の母子支援事業の中で行うことができます。こういったことをぜひですね、知っていただいて、そして、適切な支援につながるように、我々としてはですね、最大限努力をしていきたいというふうに思っていますので、その辺は慈恵病院さんとしっかりコミュニケーションを取りながら、そういうことをぜひですね、この妊婦の方にお伝えいただくようにということで、今担当の方からお願いをしているというようなことでございます。はい、ありがとうございます。西日本新聞西村です。関連して慈恵病院の内密出産についてお尋ねします。今回内密出産の可能性が高まっていて、国内初の事例になるかと思います。これまでも市長は内密出産をなるべく控えてほしいという話を病院側にも伝えてらして、国への法整備も要請してきました。現在の市長として内密出産に対する市長のお考えをお聞かせください。はい、いわゆるその内密出産なのか、それからこれは匿名を求めておられるということですので、どういう状態かというのは判然としない部分がございます。ですので、先ほど申し上げたように、この妊婦さんとですね、できれば直接コンタクトを取らせていただいて、そういった何を妊婦さんが求められているのかというのを確認する必要があるかなというふうに思っています。まずそれが最優先ではないかなというふうに思います。そうすると行政の支援にどういう形でつなげられるのか、そして逆に言えばつなげられないことが何なのかということも明確になってきます。その上でいろいろな対応を考えるということになろうかなというふうに思いますが、現行法でその内密出産ということに関しては、やはり子どもの出自を知る権利でありますとか、こういったことで非常にですね、
今法整備がなされてない状況の中では困難であるということで、まあ、法的にもですね、判然としない部分があるので、まあ、ぜひ、病院の方にはですね、そうした、妊婦の方の困りごとやそれからそういった状況を踏まえましてですね、まあ、できるだけそういった子どもの出自を知る権利を守るようなですね、対応をですね、お願いできるようにということでしてますが、まずはそれよりも今はその妊婦の方のですね、やっぱり安全な出産ということが非常に重要になってくるというふうに思いますので、まあ、そこを最優先にですね、今は考えているということでございます。ありがとうございます。これまでも国に対して法整備の必要性を、はい、まあ、市長として伝えていらっしゃいましたけれども、今後もそれを継続してその法整備っていうことの必要性は訴えていく。もちろんそうです。それはもう強くこれまでも訴えてきましたし、政令指定都市市長会で2回もですね、これまで、要望を要請をですねさせていただいております。これは非常に重たいことであるということで、国の方でもそこは真剣にですね受け取っていただいて検討をしていただいているというふうに思いますが、なかなかやはりこうした子どもの出自を知る権利をどうするのか、そして望まない妊娠をしたお母さん、あるいはそうした女性をどうやって守っていくのか、そしてその匿名性であるとかプライバシーをどうするのかということも含めての整理というのはそう容易なものではないというのは、これはまあ、私もドイツに直接赴きましてですね、お話を聞いてくる中で、まあ、やはり今でもですね法整備をされた後でもやはり賛否が分かれるような状況になっているということで、これは簡単なことではないというふうに思います。ただ今我々ができることはしっかりその今妊婦さんに寄り添ってですね、そして病院にもしっかり寄り添いながら、病院の立場もいろいろお聞きしながら丁寧に我々としては尺中定義にですね、行政でこうですからこうだということではなくてですね、そういった、もう病院としても本当に、そういう困っているその女性を何とかしたい、そして安全に子どもさんをですね、生まれて、そしてその子のがきちんと育っていくような環境を、作りたいということに関しては、まあ、我々と全く同じ気持ちでいらっしゃるというふうに思いますので、まあ、そういう意味でですね、まあ、我々としてもできる限りのことを最善を尽くしたいというふうに考えております。ですので、まあ、そういう意味では国の方にもですね、こういったこれは一病院一自治体のですね考えることではないと、それだけの問題ではないんだということを大きくはらんでいるというですね、ことをですね、やはり今回の、まあ、この事例もそうなんですけれども、十分に受け止めていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。患者さんから以上です。はい、KB さんどうぞ。じゃあ マイクをすいません、ちょっと回してください。KB の住吉と申します。よろしくお願いします。はい、昨日は残念ながら、京王線の模倣犯が熊本で、うん、事件を起こしてしまいましたが、はい、熊本市連等で何か対応されたりとか、検討されていることはありますでしょうか。はいはい、私の方から昨日交通事業管理者の方にですね、この、まあ、新幹線での事件、あるいは京王線であるとかですね、小田急線であるとか、まあ、そういった首都圏で、各地で起こっているこうした、列車の事件を踏まえてですね、そうした場合におけるですね、対応のマニュアル方針をですね、作成をしてですね、対処できるようにするようにですね、私の方から指示を昨日いたしました。まあ、それで、まあ、その中で交通事業管理者の方もですね、警察等とも連携を取りながら、まあ、特に熊本の交通局の方にもですね、警察関係の方がいらっしゃいますので、まあ、そういった方々と連携を取って、まあ、十分な安心してですね、皆さんが乗っていただけるような体制をですね、作っていきたいということで今考えておりますので、まあ、どういう対策になるかも含めてなんですけれども、今、
かなりこういったショッキングな事件が起こりましたし、それはいつどういうところで起こるかっていうのは、本当に昨日まさか私も新幹線でこの熊本を走ってるその列車の中でそんなことが起こるなんていうのは夢にも思っていませんでした。正直東京での事件をやっぱりどこか対岸の火事のように見ていたんじゃないかっていう反省をいたしました。ですので、そうしたことも踏まえてですね、我々は常にそうした事件に巻き込まれることがないようにですね、市民の皆さんあるいは利用者の皆さんの生命安全を守るということをですね、最大限やっていかなければならないという、そういう気持ちでですね、昨日は私の方から指示をしたところでありますし、交通局の方もですね、かなりそういったことでどういう形でですねやるのかということについてはいろいろと検討してくれているというふうに思いますので、これからその対策についてもですね、また皆さんにもお知らせできるような状況があれば、また内容についてもお知らせをさせていただきたいと思います。それからあと今市電の中にはこの、防犯用のカメラがついておりますので、そういったものでのしっかりとしたチェックというものも必要かなというふうに思います。それから何か起こった時にはやはりこの乗客の皆さんでですね、やはりそういう不審な動きあるいは不審な方がいらっしゃった場合にはですね、やっぱり早くお知らせをしていただいてですね、そして、緊急に対処できるような体制、緊急に電車を止める、あるいは避難をする、あるいはそういった、そういう模倣犯のような人がおるんであればですね、それはもうあってはならないんですが、みんなで取り押さえる、こういったことも含めてですね、住民の皆さんにも呼びかけをする必要があるのかなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、どうぞ。マイクありますかね。はい、どうぞ。熊日新聞の清島といいます。お世話になります。はい、また慈恵病院に関してなんですけれども、今回の保護されている女性のことに関して、また再度熊本市の方から、国の厚労省なり法務省なりに相談をされたかっていうことと、もう一点、慈恵病院さんに今回の女性以外にも、また匿名で出産したいと望まれているご相談が数件あっているということで、こうした事例が続くとも限らないということで、今後市はどうそれに対応されていくかということを2点お伺いしています。まず一つ国に対してはですね、厚生労働省の方に対しては、こういう文書をいただいてですね、そして、それについてですね、今の状況であるとか、慈恵病院さんからの、コメントであるとか、そういったことについては今情報提供をしているところであります。で、特段今厚生労働省の方から何かあったということはありませんよね。引き続き情報共有をお願いしたいということの連絡をいただいているところで、はい、ということであります。で、法務省戸籍の関係、法務省の方についてはですね、以前からもこれもすでに家庭のことについてはお答えできないということでありましたので、それについて今現時点で、何かそういう戸籍が出された場合には照会をするということになっていますので、その時点での対応になろうかというふうに思っているところでございます。で、慈恵病院さんに対して、我々熊本市としてはですね、そういう先ほども少し申し上げましたけれども、そういった、匿名での支援や相談を受けることができるよということをですね、ご本人にお伝えするようにぜひ お願いしたいということで、 できればですね、我々の相談員あるいは保健師担当者、プライバシーを守るという形でですね、お目にかかることができますので、できれば会わせていただけないかということでですね、そういったお困りの状況を我々も正確につかまないと、逆に言えば国に対して具体的にこういうことなんだと、でこれが今の制度上は、難しいんだということもなかなか相談もできないというようなこともありますので、その点についてはしっかり確認をしていきたいなというふうに思っているところです。
今回の女性以外の相談に対しても、はい、まあ、市としてコンタクトしたりご相談できる体制があるよと。そういうことですね。ですからやっぱりまあ、今の制度上の問題はいろいろあるかもしれませんけれども、やはりそのお困りの状態がお一人お一人違うと思うんですよね。で家庭環境であるのか、それから経済的事情であるのか、あるいはまた他の事情があるのかというのは、それは一人一人が多分抱えている問題は違うと思います。で我々はやはりいろいろなご相談を市民の皆さんから受けることを非常に多く受けていますので、解決策というのはですね、我々の中で あるというふうに思っています。で、まあ、そういうできるだけ今限られた手段なのかもしれませんけれども、それで、皆さんにですね安心をしていただくということ、やっぱり不安感が非常に強いので、誰に相談していいかというのは分からないと思うんですね。で病院だけでそれが解決できるかといったら、なかなかそれも難しいんだろうと思いますので、そこは病院に全部を任せるのではなくて、我々行政として病院に寄り添った支援をしていくということが非常に重要だというふうに思っているということをですね、病院の方にもお伝えをしているところでございますし、まあ、妊婦さんでそうやって他の事例で悩んでいらっしゃる方もですね、さっきの母子のですね、そういう、まあ、産前、産後の母子支援事業というのは、まあ、匿名でも、それから市外の住民の皆さんでも対応ができるよということをですね、しっかりお伝えをして、まあ、その中でできる限りのことを尽くしていきたいというふうに考えています。よろしいですかね。よろしいですか。あ、じゃあ毎日さんどうぞ。じゃあマイクを。毎日新聞のクリスです。関連してなんですけれども、熊本市からは昨年の夏に慈恵病院に対して、まあ、内密出産は控えるようという要請をしておりましたが、まあ、今回喫緊の状況ということで、まずは安全な母子の安全を守った守るようにということなんですが、その内密出産をできるだけ控えるようにというスタンスとしては今もお変わりないということでしょうか。それは制度としてですね、そういったものが確立をしていないということ、それから、まだそういう法的にどうかということが判然としない部分があるということは、もうこれまでも申し上げてきた通りですので、まあ、そういったスタンスは変わりませんけれども、しかし今申し上げたようにどういった悩みを持っておられるのかということの内容がわからないことには支援をすることができないわけですね。ですからただ単にそのこれは内密出産であるのか、あるいは匿名出産であるのか、何を、その妊婦の方が希望されているのかということをですね、やはりつぶさに我々は知る、そして対応策を考えるという必要があるというふうに思っていますので、単なるこれは制度論だけで、やる話ではないというふうに思っています。今、この悩んでおられる女性にどれだけのことが行政として寄り添えるのか、そしてまた生まれてくるその赤ちゃんがですね、やはりその出自をする権利も含めてですね、そういった子どもの人権をしっかり守ってあげることができるのか、まあ、そのためにどういった努力をそれまでにするのかというのがですね、非常に重要だというふうに思っています。で慈恵病院の方もですね、非常に妊婦さんと寄り添いながらいろんなご相談を受けられているというふうに、まあ、伺っておりますし、またまあ、できるだけあんまりこう急かすようなことではなくて、やっぱりその、まあ、妊婦さんの状況を踏まえてですね、お話をこう聞くというようなことをですね、丁寧にされているというふうに担当の方から伺ってますので、で今は病院の中で、母子ともにですね、こう、まあ、療育できるような環境がちゃんとあるわけですよね。いわゆる病院の中だなので、その妊婦さんも例えば自宅で出産とか、そのリスクのある出産ということではないわけですから、まあ、そういう意味では
安心した参をしていただけるようにですね、なるんではないかなというふうには思っているところです。はい、よろしいですか。あ、じゃあ歩けないです。すみません、ちょっと話題が変わってしまうんですが、はい、10月、先月の末にですね、バス事業者5社の方から改めて市の方にも要望がありました。要望事項多岐にわたっておりましたけれども、これまで補正予算等でですね、いろんな補助など、取り組んでおられましたが、はい、今回のその要望に対しての、改めての市長の、見解ということ、それから今後の対応などの考えについてお願いいたします。はい、まずですね、バス事業者の皆さんからの要望を、いろいろお受けしましたけれども、まず非常にですね、今は新型コロナの影響で乗客数が減っていて、その影響による経営的な危機感というのが非常にあるということで、それについては議会でもお認めをいただいたですね、補正予算の中で、補助事業等対応していきたいというふうに思っています。でそれ以外ですね、やはり共同運行を含めたですね、さまざまな取り組みの報告がなされましてですね、非常にまだ半年という期間ではありますけれどもですね、これから厳しい公共交通、特にバス事業のについてもですね、いろいろ試行錯誤を各社皆さんがされながら、利用も増やすし、あるいは経営も安定化させようということで皆さんが一致団結しておられるということは非常に私としては喜ばしい状況だというふうに思います。厳しい中でも喜ばしい状況だというふうに思っています。ただこれからですね、やはり多くの市民の皆さんがですね、そのバスも含めた公共交通をできるだけ自家用車から離れて、乗ってみようというふうにするには、やはり利便性が高いとか路線のですね、きちっとした効率化が図られているとか、それからあとは共通のですね、定期券であるとかですね、各社共通の定期券であるとか、例えば1日乗車券みたいなものが各社どこでも使えますよということになれば、安い値段で例えば使えますよということになれば、多くの皆さんがですね、利用しやすくなるんではないかなというふうに思いますので、そういった環境づくりのためには、我々としても行政として、これは市民のための非常に市民の足を守るという意味では非常に重要なことでありますので、政策的にも、支援をしていきたいなというふうに考えているところです。市の財政状況というのも非常にですね、このコロナ対応も含めて厳しい中で、今市長がおっしゃったその、市民の足、利便性を守っていくという観点で、そことのバランスでの、そういった交通事業者に対するその支援というのはですね、年々こう非常にこう負担としても大きくなっているところもあると思うんですが、そこはやはり市民の利便性、市民の足を守るというところでの行政としては責務であるという考えでしょうか。はい、そういうことで、我々交通基本条例という条例を持っています。でこの条例でもやはり、皆さんがですね、安心して快適に移動できるようなですね、状況環境を作っていくということがですね、これ非常に重要だということで、理念の中にも謳われているところでもありますので、そうした条例等々に基づきながらですね、できる限りの対応をしていきたいというふうに考えています。よろしいですか。これもすみません、話変わるんですが、冒頭市長がちょっとお触れになってた衆議院選挙の、選挙管理委員会の件なんですけれども、先ほど二度と起きない、これは当たり前の話ですけれども、確認の徹底とか、それから選管としてはその開票業務、など含めて、迅速化強く要請したということだったんですが、先日もその東区のですね、県で、いわゆる選管事務局、それから東区の選管事務局の方のご説明などを聞いてましても、非常にその、現場 の、 その例えば期日前投票所でありますとか、当日投票所 の、 その管理、あるいはその管理を踏まえたさまざまなその連絡、あるいはその選管としてのその状況の把握みたいなものが
大変、まあ、ちょっと厳しい方ですけど、非常に曖昧な説明が多かったような印象を持っています。なんか基本的なそういったその、まあ、業務の進め方というですね、その例えば業務自体をこういうふうにやっていくんだというそういう、まあ、研修みたいなものだけではなくて、そもそもその業務の在り方とか、それから選挙管理、投票あるいは開票に関するその業務執行に対するその意識っていうのが果たしてどうなのかという、またこれいろいろちょっとこう選挙関係のですね、そういった関わっているいろんな方の話聞いてましても、やはりその全く熊本市がやってしまったかとか、それからやっぱりまた今回も起きてしまったかみたいな、そういったもう少しこうともするとちょっと呆れられているような、そんな声も聞いてはいるんですけど、改めてちょっとそういった選管業務に関してのちょっと市長の、はい、まあ、先ほども申し上げましたようにですね、この有権者のやっぱり貴重な一票のに込まられたこの民意をですね、正しく反映できないということは、これは民主主義をですね、まあ、ある意味ではですね、もうこれは歪めてしまうような事態だというような強い責任感を持ってこれは業務に当たってもらわなければ困るというふうに思います。で、今回もですね、いろいろ報告を私も聞いている中ではですね、もう確認ミスであるとか、それから適切なそういう管理者監督者が、そういった確認を怠っていたというようなことで、交付ミス等々が起きてしまったというようなことを聞いておりますので、やはり選挙管理委員会の方でのですね、やっぱりこの選挙事務の在り方ということについてですね、このもうマニュアルでどうこうとか、こう作業だからということではなくてですね、一票一票の非常に主権者の大切な権利をですね、扱ってるんだというですね、この強い意識をですね、持ってもらえるようにですね、私としてはまた選管の方には要請を強くさせていただいたところです。あ、じゃあどうぞ。あ、朝日新聞さんどうぞ。朝日新聞です。再度内密出産のことで、はい、市としては女性に直接お話し事情を伺いたいということだと思いますけれども、その要望を病院の方でお伝えして、うん、今は返事を待っている状態なのか、はい、断られているのか。いや、まだお会いはできてないということでありますので、昨日、そういったことについてもですね、お伝えをしてですね、今お返事っていうかご連絡を待っているような状況であります。ですから我々としてはそういう相談員であるとか支援をする担当が匿名でプライバシーを守りながらお聞きして、そして、先ほど申し上げたような事業につなげていくことができますので、まあ、ぜひですね、何にお困りなのかということも含めてですけれども、お聞かせいただくということで、病院と連携が取れるのではないかなというふうに考えています。はい、分かりました。あともう一点、先ほどからというか従前から法的にどうか反対しないところがあるということをおっしゃってますけれども、特に懸念されている部分はどういったことに、戸籍の作成ということになるんでしょうか。戸籍の作成もそうなんですけれども、やはりこの匿名でですね、そういった例えばまあ、母親の名前を例えば書かないで、戸籍を申請をされた場合にですね、まあ、我々は法定受託事務であるので、これは国の判断を待たなきゃいけないわけですね。ですからこういった面は非常にわからない、あまりにもどういうふうに国の方が判断をされるのかというのはわからないというふうなことでありますので、そういったまあいろいろなことによってですね、関係者の皆さんにですね、まあ、いろんな悪い影響が起こらないようにするということは、我々現場の事務を扱っている人間としてもですね、非常に危惧をしているところであります。そしてあとやはりまあ、とにかくその安全安心にですね、皆さんにお産をしてもらう、あるいは
そういった困りごと悩みごとについてご相談をいただけるようにですね、まあ、やっぱり我々の体制というのもですね、まあ、さらに充実をさせていく必要があるなというふうに考えているところですので、まあ、そういった面において、まだ課題があるということであればですね、それは実際に、そういうことが起こった場合にですね、やはり国の方ともよくさらに連携をしながら制度の改善等々にもつなげていかなければならないというふうに思っています。はい、すいません、これまで熊本市は先ほどもおっしゃっていたように何度も国の方に法整備について要請されてきていますけれども、なかなかこれが進んでいないという現状についてはどのように感じていますか。はい、なかなか国の方でもこれは重たい課題だということでですね、思っていらっしゃるというふうに思います。で、まあ、今今回国政選挙も、終わりですね、そして、新たにですね、また明日から、国会もですね、開かれるということでありますので、国でぜひですね、こうした今現場で起きているいろんな課題をどう解消するのか、これは立法措置でですね、きちっとできる部分については明確にする必要があるというふうに思いますので、国政を担う皆さんにもですね、ぜひ、よくよく考えていただきたいというふうに考えているところです。で、国の方への要請ということについては我々はもう繰り返し繰り返しこれからも続けていこうというふうに思っていますが、今はまず、この生まれてくる、今の妊婦さんや生まれてくるお子さんをですね、どうやって、幸せな状況にしていくのかということにですね、まあ、我々としては現場としてできる限りの最善を尽くして、対応していきたいというふうに考えています。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。